はい、皆さん、こんにちは。玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルをご覧いただきありがとうございます。さて、今日はですね、この日本を操っているのは Z か財務心理教は本当なのか解説したいと思います。注目です。玉木チャンネル。ね、森永さんが財務心理教っていう本を出してからですね、まあ、日本を操っているのは Z か要は財務省かっていうですね、話をまあよく質問もいただきます。 で、私自身、は財務省にいたので、まあ、ある種、まあ、インサイダーでもあったので、しかも、まあ、予算を編成するですね、死刑局というところに、まあ、長くおりましたので、まあ、その意味ではですね、ある程度、まあ、知ってるという意味で、ちょっと私なりのですね、えー、話をさせていただきたいと思います。で、私の説はですね、財務省岩説なんですね。これ、財務省が、まあ、この岩のような存在であると。 いうことで皆さんにちょっと解説したいと思うんですがあの海の中にはですねこの岩がありますよね。でこまあちょっとこれあの海海海の海底でちょっと岩がこう出ているところがボコボコですねあったりするんですけど私財務省ってこの岩だと思ってるんですよね。でこの満潮の時にはですねこの岩は見えないんですね。あだってもうあの潮が満ちてるわけですからこう見えないんですけど。 ただですね、潮もこう、緩慢があってですね。で、干潮の時になると、こう、水位が下がってくると岩は見え始めますよね。で、私はこの水位をですね、政治的水位と呼んでます。で、この政治的水位が高い時はどういう時かというと、例えばまあ政権が安定してね、最近で言うと、まあ、あの、安倍政権とか長期にわたってですね、 選挙で勝ち続けて、その民意をしっかり得ていると。そして、明確なビジョンがあってですね、こういう政策を必ずやりたいんだという時があるっていう時はですね、この推移が高くて、財務省の,あの影は見えない。というか、それを、まあ、ある種、凌駕するようなですね、政治的な力がある時は、財務省の力はですね、相対的に低くなっているということなんですね。ただ、一方で、この、 政治的推移が下がってきて、例えばですね、政治と金の問題が出たりしてですね、そしたらもう国会で追及されたり、えー、もうそっちばっかりになっちゃいますから、もう何かこうね、その政治的な力を発揮することができなくなる。あるいはそもそもその政権にね、やりたい政策があまりないと。まあ、記者政権も若干こういう批判を受けましたけども、そういうことになるとこの政治的な推移が下がってきてですね、で、今まで隠れていた岩が見えるようになるということなんですね。で、何が言いたいかというと、 財務省っていうのは基本的には、あの、今、岩説で言うとですね、あの、この設置法っていうのがありまして、これは財務省だけじゃなくて、各省は設置法っていうですね、その役所が何のために、どういう目的で、えー、設置されているのかということを定めた法律があります。で財務省の場合は財務省設置法っていうのがございまして、その第3条で任務っていうことを書いてるんですが、その任務の一つに健全な財政の確保っていうふうに書いてるんですね。で 財務省も役人なので、行政組織の一つですから、国会、つまり国権の最高機関である法律、あの、国会で決めた法律に従って仕事をすることが当然求められますね。もう一つはですね、財務省のある意味こう、岩盤としての仕事の一つはですね、やっぱり予算編成があって。で予算編成はですね、予算をこつけたりとかですね、削ったりということで、それは、それ自体が非常に大きな力なんですが、 それ以上に私が実は財務省が大事な力を持っているのは予算編成の,このスケジュールを管理していることです例えば5月ぐらいにですね大体どれぐらいの税収が来年度入ってくるかとかどれぐらいのまあその予算が必要になってくるとかっていうことをまあ推計を始めてそれに基づいてまあ6月に骨太方針があってまあ大体各省からこんなですね予算が欲しいなあっていう,こうウィッシュリストまあ欲しいものリストの塊が 骨太方針なんですねでそれに基づいて各省が、えー、予算要求をするためにですね、概算要求基準というのが出されてで、それに基づいて要求を決めてですね、8月末までにですね、この概算要求という各省からのこういう予算が来年欲しいということを、まあ財務省の主計局に、えー、締め切りまでに要求するわけです。でそこからですね、9月から、えー、予算を、じゃあこれは ッ、えー、OK だけどこれはダメだっていうですね、査定作業が始まっていって、それでまあ11月、12月と来て、12月のクリスマスの前ぐらいまでにですね、えー、政府案というのが決定していくわけですね。で、ある意味ね、この予算編成っていうのはこう、年間のスケジュールなので、これがずれてしまうと、来年度、つまり4月からの予算がですね、ないってことになるし、まあ1月の通常国会に始まる、そこに提出する予算案がないってことになると、 これはもう大変なことになるので、その意味ではこのね、いろんなものの、このスケジュール管理を基本的にやってると。で、こういうことをする権限を持っているので、まあある意味強いんですが、たださっきの話で、これ何があろうと彼らこれやってるんですよ。ただ、政治的な推移が高いときはですね、例えばまあ健全な財政の確保と書いてあっても、それは別に単年度でやる必要ないだろうと。多少国債発行してでもですね、今は経済を良くするときだから、 ちょっと、その、ま、単年度では少し財政のバランスが崩れても、積極財政でやれとかね。またそれを押し切る政権の安定があれば、財務省はちゃんと言うことは聞きます。それは。ただ、ま、長い期間において、その、健全な財政の確保は当然彼らは、あの、引き続き求めますけども、本当に政治が強い明確なビジョンと政権の安定があれば、これ基本的にはやっぱり財務省も一行政機関ですから、 ちゃんとと政治の言うことはは、ね、ある意味彼らは聞くわけですよで。またそういった様々な知恵も持ってますし、まあ時々そういうですね、特別なポケットを持っていって、えー、いきなりお金が出てきたりもするんで、あの、その意味だから柔軟なんですね。ただ、それをやるための、こう、政治的な推移が高い時しかですね、まあある種、岩を抑えて政治が上に行くことはできないわけですね。だから、逆に政治と金の問題が生じて今みたいな時とか、 まあ、やりたい政策が必ずしも明確じゃないときは、そのときは我々のスケジュール通りやらせてもらいますよ。そして基本的には健全財政の確保ということで、まあ、いわゆるバランスバジェットっていうですね、まあ、収支がこう、整う単年度で整うような、まあ、どちらかというと、こう、引き締めた予算をやります。で、なんでかというと、法律に書いてるからです。で、いずれにしてもですね、あの、財務省は岩で、いつもそこに鎮座していて、 で、やることも基本的には同じなんですけど、むしろ私が、あの、この間感じてきたのはですね、その、こう、政治的な力が非常にこう逆に弱くなってきていて、この、財務省を抑えきる力を政治の方が失ってきている。あるいはそれを発揮する環境を、こう、自らですね、壊していっているというような状況があると、結果として財務省が相対的に目立つようになる。 今だと、まあ、最近、財務審理教って言われるのは、やっぱり、その、ちょっと推移がいろんな意味で下がってきてるので、ここがね、ポコンとね、やっぱ目立つようになってきてると。だから、まあ、私はこう、まあ,あ、財務省出身だからね、多少まあ、財務省のことも少し、あの、分かるので、あの、まあ、ちょっとかばってるように見えるかもしれませんけど、あの、そんなにね、悪、悪気を持ってやってるわけじゃないんです。むしろ私は、 政治の方が低堕落になってきていて、財務省すら、まあ財務省だって言うても一行政機関なんで、それをきちんと抑えきる力を政治が失いつつあるんじゃないのかなと。だからまあある意味、こう、尻拭いを最後財務省がしてると。で、まあこのよくね、あの予算編成過程の時に私も経験しましたけど、こう政治家の先生方がよくね、いや、もう財務省が頭が固くてですね、 予算が付けられなかったんですって言って地元の県会議員とか議長さんに説明していることがあるんですね。これも情けない話で、それは自分の政治力がないことをなんか財務省のせいにしてですね。で、またその要求した側もいや財務省がきついんだったら仕方がないですよってなぜか納得してしまうというね。こんなことないですよ。一役所にね、がなんかいいから OK でダメならダメみたいなことをみんななんか納得してる。まあそういうこと自体どうなのかなと思いますけど、私はまあそこも含めてね、この やっぱり政治の力がないというか落ちているというか、そこがですね、やっぱり一番の問題なんではないのかなというふうに思います。まあ、あの、いろんなね、財務新入会にもいろいろ書かれてますけど、まあ、私のこう経験した範囲で言うと、えば例えば、あの、税務、国税局国税庁を持ってるんで、なんかね、こう言うことを聞かない、なんか無茶言ってきた政治家がいたらですね、なんかこんな脱税してるぞとかね、そうやって半分脅して、 それでなんか言うことを聞かせみたいなことがあのよく言われますけどそれはありませんもしそういうその時の政権の方針に従った予算編成しなければその財務大臣が例えばその次官なり主計局長を更迭すればいいんですよねあるいは更迭するような財務大臣を総理が任命すればいいんですよでそれはやっぱりちゃんと言うことを聞きますからねただやっぱりまあその意味ではね あの何ていうかな政治の力がね落ちてんだというふうに思いますねチャンネル財務省が全部悪者というよりもですねこれは政治と表裏一体なんで財務省が悪い時はイコール政治にも大きな責任があるというのをですねちょっと皆さんにも分かっていただければなというふうに思いますはい今日はですね、えー、よく聞かれる質問 日本を操,操っているのは Z か財務省かっていうことなんですが、ちょっと私なりのこの財務省岩説について解説させていただきました。それでは玉木チャンネル登録お願いします。